まあ、ジャカード食器、あるいはジャカール織とかね、織物の世界ではジャカール織、これで作られた織物をジャカール織と言います。こんなわけで今でも生き残っています。時代を超える性質を持ち始めます。後からそのプログラムを変えることによってそれが可能になったと。で、次に今度はコンピューターの歴史に話を戻しましょう。このコンプタスに相当する、カレンダーの計算に相当するぐらい計算のニーズが高まった時代がありました。それは大航海時代です。まあ、15世紀中頃から17世紀中頃ということなので、1450から、1650がこれが大航海時代ね。で、この頃なんで大航海し始めたかっていうことなんだけど、人々が海に出よう、貿易、はい、他には奴隷、植民地。大航海時代に必要だった コンプタスは航海術のことを言ったのね。すごいじゃん、航海士。じゃあ六分儀とかも使えるか。いや、でも実際には使わない。あの教科書で学んだけどね。まあ、今は GPS もあるしね、はい、でもなかった時代のことなのよ。でさ、あの天測航法って言ってね、太陽の位置とかあるいは星の位置を見てそれも勉強したでしょ、はい。あの航海することもできるんだけど、肝心な時に曇ってたりとかするからさ、うん、だからそういうのにあの負けない、別の航海術が必要で、それは数値計算的にやったでしょ。三角関数を使ったりとかしてやんなかった。忘れてもいいんだけど、あと風によってさ、あのね、ドリフトすんじゃん、はい、横に。その部分を修正するための計算とか結構難しいのよ。その前に地球がもう丸いってことは分かってた、丸いものだっていうことが分かってたから航海するぞっていう気になったのよ。そうじゃないと平らで端っこがこうザーって滝のようになってたら怖いじゃん、行くの。だから丸いっていうのが分かっててこの時代に突入したんだ。そして、まあ、貿易、奴隷、植民地っていうのもあると思うんだけども、もう一つあって、それが宗教ミッション。まあキリスト教だよね、キリスト教。なんで布教する必要があるの。キリスト教的な見方で言うと、キリスト教を知ってる俺たちは幸せだ。キリスト教は信じる者は、ざっくり言うとね、信じる者は救われる世界なんだよ。キリスト教を信じますって言えば、我々の犯した罪を全てをイエス・キリストが全部俺の責任だぞって死んだわけよ、みんなに代わって。だからイエスとキリストを信じたらもうキリストがもう全部あがなってくれる。だからみんな誰でも天国へ行けるっていうのがキャッチーなところで、キリスト教の。それで、キリスト教じゃ知らないっていうのはそれだけで損だよねって思ったわけよ、かなり上から目線で。あいつらあそこにうろうろしてるやつ知らねえぜみたいな感じで、じゃあちょっと教えてやろうかみたいな感じで、キリスト教のね、主教っていうのかな、一番偉い人が、じゃあお前はあそこのところに使わすから、布教してもらえというふうに、命令をするようになったわけだな。そのキリスト教の、作戦のことをミッションと。ミッションという英語はそこからできました。もともとはキリスト教の用語なんです。で、この当時はね、ミッションもあったんだけれども、まだね、地球の反対側とか知られてなくて、アメリカ大陸があるっても知られてないから、アメリカ大陸は発見したコロンブスも、こっち行けば誰かオーロンブスオーロンブスで、こっち行けばね、アメリカがあるとは思ってなかった。アメリカなくてインドに行けるんじゃないかみたいな。ちょっとインドがいい土地でスパイスが取れるから、俺たちもインド欲しいなみたいな感じで、反対の前からインドに行こうとしてね、そこで到達したのがアメリカだったんだけど、コロンブスは舞い上がっちゃって、おインドが出てきたと思ったから、そこにいる土人の人をインディアンって言ったのね。だからインディアンっていうのはもともとインド人みたいな意味だよね。まあいろんなことやらかしてるわけだ、この時代。
で、それを支えていたのがさっきも言ったけど航海術が大事でした。で、航海術を行うためにはすごくね、複雑な計算コンプタスをやらないといけないわけだ。だから航海士っていうコンピューター、元コンピューターコンピューター航海士はそうなの。もう現在位置をキープ、あの海図を広げてね、そこにこうプロットしていくんだよね、はい、何時何分にどこを通過したとかっていうログブックに記録を書いていくんだよね、はい、あのコンピューターのログってあるじゃん、ログブックから来てるね。航海術で使っているその何時何分にどこを通ったっていうのをずっと書き留めていくノートがあるんだよ、専用の。あれに、あっこから来てるんだよ、コンピューターでログを取るっていうのは。まあいいや、航海術では複雑な計算が必要だった。しかも頻繁に。現在位置を常 に認識していないと、あっちに行くつもりがちょっとずれてあっちに行ったら、これが地球の反対側ではすごい差になるでしょ、うん、つまり大航海、別の意味の大航海になっちゃうなのでそのために、正確な計算が、しかも、例えば1時間に1回とか必要になってる。めちゃくちゃ難しそうですね。そうなんです。潮の流れまであるから、そう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 、潮の流れとかいろんなものの流れとかあるから、風もあるし、うん、まあ、そもそも目印ないし、そうそうそう、そう、目印あったらまだね、うん、だから目印を使った工法も考えられてたよ。あの行けるところまでは、見えるところまではあの行こうと、でそこからえいやって離れようとかっていう方法も考えられたりはしてたんだけど、それはまあ原始的な航海術で、もっと本格的な、要するに地球を球体として見た時に、ここからここまで行こうっていう時にはまっすぐ行けばいい。そのまっすぐ行き方すら難しいんだね、流れてるからね、流れたりしてるしね。それを支えていたのが航海士であり、そして航海士は複雑な計算が必要だった。ところがそんな複雑な計算をリアルタイムに誰もできなかったのよ。そこで、航海術、ができる背景には数学上の発明が必要だった。それが対数ログ。このログっていうのは実はねすごい道具で、足し算と掛け算で言うと、どっちが簡単、小数点以下何桁までの正確な足し算を背負っている場合と、小数点以下何桁までの掛け算をしよう背負って言われた場合、どっちを選ぶ？まあ足し算ですね。まあ給料が一緒だったらそうだよね。対数っていうのは実はそういうスーパー道具だったんだよね。本当はね、複雑な計算で航海術に必要なのは小数点以下何桁っていう、やつの数かける数の計算が必要だ。だけどこれを一旦対数に置くことができると足し算で済むようになったよ、対数の世界では、うん、まあ、逆にそういうようなものを考えたら対数っていう概念が生まれたみたいな感じかな。でそうすると対数が得られるんだよ。ここが逆算して数字に戻すことができれば、なんと掛け算の結果が簡単な足し算でできるようになった。もう当時の航海術師はもう飛びついたわけ。これでじゃあ秘密はここにあるんだよ。どうやって変換するか。これはね実は対数表っていう本を持ってて、そこにあの電話帳みたいなものがあって、数がこの時に対数はいくつになるっていうのを書いたのかな。わかんないけど三角計算、三角関数の計算、サインコサインとかっていうのも多分載ってたのかな。計算算表っていうのかな。ちょっとここ曖昧だけど、あらかじめ本を持っておくってことね。それによってこれが可能になった。ということはこの本を開発する人が必要になる。でこの時代にこの本を作った人たちはこんな特徴を持ってました、生活にゆとりがある、日々働かなくても生きていける人、それから教養がある、計算がちゃんとできる人、まあ、ゆとりがあるっていうのと似てるかもしれないけど、かつ暇人だな人っていうのがこの時代にいたとしたらどんな人だと思う？王侯貴族は結構ね、自分たちの地位を守るためにアクセスしてないといけなかった。結構忙しかった。戦争になったら自分たちが戦争行かないといけないから。牧師とか。お、その通り、牧師なんだよ。あの宗教の偉い人が、まあ、お坊さんがね引退した。でも引退したからといってあの急に職がなくなるかといえば、もうなんかブランド品みたいになってるよ、そいつ。
だからその引退した人も大切に扱わないとその宗教っていう構造自体が成り立たなくなるので、高い給料も上げないといけないし、飯食使いも全部ね、あの下々のものにやらせるっていう感じでその権力を保っていたんだな。だけど彼は暇なんだよそれまで築き上げたものがあるんだ。だからクロスワードパズルおっさんみたいな感じで数学パズルおっさんみたいな感じで、まあ確かにで、そういう人が各地にいるわけだから、国はそれに目をつけて計算力が あるなっていうふうに見るわけよね。あのロードアベレージが低い状態にあるなと、ロードアベレージを高くするために、この地方のおっさんにはじゃあこの表の1桁目お願いね、はい、じゃあ2桁目入って、こう国が組織してこうやって、計算力をこうかき集めてね、国が威信をかけて作ったんだ、この本を作っていた。でそれを航海士に渡して大航海をやらせてた。この計算表を作る人たちはコンピューターはおっさんなんだこの時代のコンピューターはおっさんなんだよ、まあ、おばちゃんもいたのかもしれないけどね。そこで重要なことが、この、重要な計算表が人の手で行われていたということなんだな。ということは何かしら間違いがあるんだ。で毎年改訂版を出すの、だけども何かしら間違えてる。いつまでたっても間違いは治らない。これにピリオドを打とうとした人がいる。それがいつの時代に現れたかっていうと、なんと続いて1820年代1800年代、そこにイギリス人の、まあ、大航海時代は終わった後ね、大航海時代はだからなんとかね、でたらめなところもある計算表でなんとか乗り切ったわけで、そうだ大航海時代で面白いのがエピソードがあって、トルデシアス条約っていうのを結ぶんだよな。これはね、こういう国と国のね、まあ、密約というかみたいなもんなんだけど、今でもこうハンコついたやつ、サイン入りのやつが残ってるぐらい重要な条約なんだけど、何の条約なのかっていうと、この当時ね、大航海時代を推し進めていた主役はスペインとポルトガルだったの。でそれぞれが自分の島を荒らされたくない。だからあのフランスとかイギリスとかああいう列強もあったんだけど、そいつらには黙って俺たちで世界を半分こにしようぜっていう条約なのよ。で、ここから東は俺たちが、ここから西側はお前たちがっていうのをスペインとポルトガルで勝手に世界を半分にしたっていう条例。だから、それを守って俺たちはじゃあ東に行こう、俺たちは西に行こうっていうふうにやってる。これが、1494年。さて、そんなこんなありながら、1800年代にこの世に生まれたイギリス人のチャールズ・バベッジという、人が、この世に生まれました。このバベッジという、まあ、おっさんなんだけどね、おっさんは数学者であり、まあ、いろんな学者なんだよね。とにかくね、いいところの出ですごく賢いんだよ。あとね、あの政治家でもあった、政治力もある、いいところの出なんで発言力があるんだよ。なんだけども変わり者でも有名だった、変なおじさんだった。そしてね、例えばね、イギリス王国が、国の威信をかけてこの何年度版の計算表を出版します、出して、それを売りに出したら、それを即座に書店に行って買いに行って、でこうやって眺めてはあここ間違ってるっていうのを発見して、それを新聞に投書するっていう嫌がらせおじさんまあいろんな、あのなんだっけ、いろんなね、そういう変わり者変人エピソードにはこと書かないんだけど、彼がねここに書く、理由になったのは、彼がこう思ったから。これは、人間マンパワーで表作りをやってるからダメなんであって、こういうことをやらせるからくりを作ればいいんじゃないか、機械にやらせればいいじゃん、機械仕掛けの、この計算表作りをやればいいんじゃないかっていうのを初めて考えた人なんだ。で考えただけじゃなくて、この人はあの単に妄想するだけじゃなくて、それを実際に設計してるんだ。そして、政治力もあるから国家予算を自分のプロジェクトに回すことができて、実際に開発をしました。
この機械のことを解析、解作機関と言います。